どうも皆さん、こんにちは、ゆうです。今回、レコードキーパーですね、ラッキー装備召喚、こちらをね、やってみたいと思います。12月7日までで、いつもの半額、ミスリルだったら25個で11連。で、星5が出たら、白魔法星5メンバーの専用必殺技付き装備が確定ということで、これは、が出るのと出ないのじゃ、全然もう喜び度合いが違いますけども、13% ね。自分的には超必殺が欲しいかなって感じだけど、超必殺出るよね。ユーナの超必殺とかも欲しいんだけど、個人的にはガーネットが良かったんだけど、ガーネットが星4までしか白魔法使えないんで、多分出ないんだよね、今回の星5は。対象はガイなので、狙うとしたら、なんだろう、やっぱユーナの超必殺がいいかなって、超必殺バッて言えばいいかなって思うけど、ユーナの必殺って何かしら欲しいかなと思ってたので、出てほしいかなと思います。はい、それではですね、僕はミスリン25個分で、回そうかなと思っています。今日の朝と昼、なぜかね、星3のノーマル装備召喚で星3が共に出たので、若干怪しい匂いはしてるんですけども、僕の運はまあまあなので別に悪くもないし、出ないときは出ないですけどね、出るときは出るって感じなので、普通ぐらいの運の強さで、これも出てほしいかなと思います。前のラッキー装備召喚一発目かすったから、それが怖いんですけど、とりあえず、話してもしょうがないんで行きたいと思います。では11円レア装備召喚いきます。お願いします。頼むよ、入れてくれ。久しぶりだ、11連お願い。 OK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 
だけでありがたい。とりあえず金までまず飛ばします。さあ、なんだ、でも確定だから嬉しいよね。で、白魔法で星5の装備持ってんのが専用。自分、エアリスしかいないのかな。白魔法、星5まで使えるキャラで専用だとか。まあ、エアリス、まあ、それ持ってても、重ねればいいなと思ってたので、さあ、なんだ来い。わかんねえ。これ誰の、あ、エクスですか。はい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 、そうだね、エクスデスも白魔法5までいけるんだね。もう白魔法星5って言うともう女キャラしか全然イメージしてなかったから。4回連続の全体魔法攻撃と敵の黒白魔法吸収、魔法吸収しアビリティ回復。はいはいはい、あ、でもよかったですね、よかったよかった。はい、でも星で5の強運も全然少なかったので、これはありがたいですね。はい、ということで、まあ、今回これだけなんですけど、動画。はい、まあ、ここまでお付き合いくださってありがとうございました。あ、まあ、次回ね、何あげていくかわかんないですけども、まあ、何かしらね、撮っていきたいと思います。それでは今回この辺で終わりたいと思います。以上、ゆうでした。バイバイ。